Welcome everybody and Mini English. パーソナリティは声優の佐々木るんです。こんにちは。今朝は悲しかったですね。お前とは終わりや。We are done. といった言葉に、るいちゃんが悲しそうな目をして、何も言わず去っていった後ろ姿に、思わず涙し、チーンと鼻をかんだ私です。ジョーもオダジョーも両方バカバカバカと心の中で叫んだ私ですが、結構ネット上には優しさを装ったジョーの嘘はまっすぐなルイちゃんには残酷すぎたとのコメントもたくさん上がり、はあ、みんな思いは同じなんやと嬉しく思った私でありました。ああ、この週末は私の心は暗くなりそうだなと思いながら、ところがですね、あることを発見したんですよ。この発見はアメリカ文化と日本文化を対比する上でかなり重要な要素を含んでいると思いまして、また国際関係学とか文化比較論などを専攻される学生の皆さんにとっては卒業論文の中に取り入れてもいいのではないかと思えるようなすごいトピックだと我ながら感心しております。もちろん自画自賛、Overestimate 過大評価ですわよ。あ、ちなみに過小評価は Underestimate Underestimate と言います。それから Humble あ、これも謙遜という意味にも使える日本人には覚えておきたい便利な言葉です。3、視聴率の肯定はドラマによってあるにしても、またインターネットに押される時代であっても、やはり日本人の多くは朝ドラを見る文化を日常としており、毎日の結末によって一喜一憂する習性がある。職場でも、ねえ見た？みたいな会話で会社の仕事のコミュニケーション Communication at work Communication at workが少し保たれるみたいな部分も否めない。こういう文化って日本特有のものだなって気づいたわけです。反対にこの文化が北米においてはない理由について少し考察してみました。実は皆さんもご存知の通り、アメリカ大陸は非常に広く、東と西で3時間の時差があります。政治経済の中心は東側のワシントンやニューヨーク、西側に住んでいる人の多くは東側の時間で仕事に取り掛かるので、暗いうちから仕事を始める人たちが多いのです。よって子どもたちもその煽りで暗いうちから黄色いバスに乗ったり、親は学校まで送ったりしなければなりません。だから学校も朝7時ぐらいに始まります。早朝課外クラスとかいっぱいあります。ほとんどの家庭が共働きなので、朝ドラがあったとしてもゆっくり見ている時間がないわけですね。この東海岸に合わせた早朝スタートの日常が朝ドラを存在させない理由かなと佐々木が分析いたした次第であります。本当かどうかはあなた次第です。朝ドラは北米には存在しない。これは大きな文化や価値観、そして思想の違いにも通じるなと思ったわけです。そういえば北米で結構人気の毎日のドラマといえばソープオペラと呼ばれる、浮気とか不倫とかそういうフラフラ感のあるドラマがあります。よろめき専門のよろめきってちょっと古いですよね。そういうチャンネルがありまして、仕事を持たない人たちが見たりするそうです。あ、そうそうそう、カウチポテイトという呼び方があります。つまりカウチはソファーで、ポテイトはポテトチップスのことなんですけれども、ソファーの上でポテトチップスを食べながら大好きなソーダ水を飲みながらという、テレビばっかり見てるそんな感じ、オタクの人たちをからかった言い方なんです。今朝のカムカムエブリバディ、もう一つすごく大事な気づきがありました。オダジョーったらさ、わざとルイちゃんをお前って呼びましたよね。お前ってあまりにもひどい、
ひどすぎる。サッチモちゃんからルイって呼ばれ、幸せの中にいたルイちゃんを、しかもずっと耐えて待っていたルイちゃんを奈落の底に突き落としたに等しいと思います。お前と呼ばれたルイちゃんのショックは計り知れません。一体来週はどんな展開になるのでしょうか。これはあくまでも私の希望に満ちた推測に過ぎないのですが、ほら、トミーのコンサートのポスターがあったじゃないですか。あそこでジョーがステージに立って、もう一度トランペットを演奏する喜びをトミーと一緒に見出すという風になってほしいな。それでルイちゃんともう一度仲良くなってほしいな。というところで失礼いたします。また来週。佐々木ルンチャンネル、聞いてくださってありがとうございます。これからも皆さんの心に幸せな笑顔をお届けできる番組作りを続けていきますので、よろしければチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。ペコリン。